キスキ駅は、島根県雲南式式調査と型にある、西日本旅客鉄道キスキ線の駅である。愛称は大和大、山田大蛇雲南市の代表駅。毎年春に、トロッコ列車、奥出雲路地号の出発式が行われる。校内ホームから見た、留置線の様子相対式ホーム2面2線を持ち、列車交換が可能な地上駅。一番乗り場側に駅舎があり。 反対側の2番乗り場へは、ビンゴ落合寄りの構内踏切で連絡している。元は、単式、島式の複合型2面3線で、現在の2番乗り場が島式であったが、2006年に3番線の線路の一部が撤去され、3番線の使用は停止している。木月線途中駅唯一の直営駅かつ緑の窓口設置駅である。駅構内には、 キスキ線を管轄するキスキ鉄道部の事務所がある。乗り場は駅舎側から以下の通り。基本的に始発、終着列車は入出口を伴う上、両、ホームとも片方向きの入線しか対応していないため、発着ホームは方向別となっているが、下り線である2番乗り場も新宿方面への発車に対応しており、 当駅止まりの奥出雲おろ地号及びその運休時の代替列車から接続を受ける当駅始発の新地域一本が2番乗り場から発車する。また夜間対泊の設定もある。近年の1日平均乗車人員は以下の通り。なお、1994年度は225人、1984年度は323人だった。現在は木月線内で、 出雲大東駅に次ぐ第2位の乗車数である。鉄道省国示第370号、官報1934年8月13日。ありがとうございます。